えー、診療放射線技師というのは、えー、たくさんの機械を使ってそれらをドクターにですね、えー、画像を届けていくそれがまず一つの役割になります二つ目は放射線を使ってがんと闘うそして直接がん、えー、をやっつけていくそんな放射線治療というのが二つ目の仕事になりますさあ放射線技師の学問としてはどんなものがあるでしょうか、えー、こういいった、えー、いくつかのですね 学問を複合したそんな複合学問なんですね私の研究はここに示しているようないくつかの学問を構成した一つの学問これを使って診療放射線技師しかできないそんな乳がんに対する研究を行っています乳がんについてもう少しですね説明をしていきたいと思います乳がんどんな病気かというと年間一万人以上の方が亡くなります 乳がんなぜ1万以上がなくなるかというとまず女性で一番かかりやすい病気ですただし画像診断がとても難しいですこれをなんとか協力してなくしていきたいそんなために私は3つの研究を行っています1つ目はですね画像処理あるいは撮影こういったパラメーターを操作してですね被曝をできるだけ下げていきたい というのがのが一つ研究になりますこの研究を進めて日本中の画像を良くしたいそして共通化したいこれが私の一つ目ですまさに放射線技術しかできないそんな研究になります二つ目です二つ目は画像を表示すするモニターですね例えば 4K ディスプレイとかタブレット端末あるいは有機 l ールディスプレイ こんなものをですね医療の中に適用していきたいあるいはそれを新しく開発して世の中に出していきたいそういうようなことをしていますまた三つ目ですがこちらがコンピューター支援診断システム CAD というふうに言いますコンピューターによって画像の定量評価を行っていきますそして第二の意見としてドクターに提供していくというのが一つの役割になります 例えば乳房に関して説明をししてていいいきたいと思います、えー、乳房に関してコンピューターがここに病気があるんじゃないですかということをドクターに教えていくわけですねそうすることで見落としがすごく減っていくあるいは早く見つかることで、えー、命が助かっていくかもしれないそういうような研究ですまた超音波に関しては2次元の画像ですねこれを3次元化していくそうして、えー、見やすくしていく診断を をしやすくしていろいろお話をしましたが一番私の研究を支えているのは何かといったら乳がんで亡くなる人を少なくしたい、えー、そういう気持ちでやっています。